テラウェイだっけ、これ。ホリデース、あ、ホリデースじゃん。セール来たからいいよ。すごい PS4 コントローラーが。茶色で動くってこと今の。うん。あ、動かしてやってる。設定してる。おう、見えるぞ。あれは何じゃ。神様ですよ。ああ、神様が。って何じゃそれ。聞いてみましょう。こりゃどうも。誰じゃお前。失礼ですよ。でもあなたのこと教えてくださる。どっちがいい。どっちもいいよ。どんなとこでもいいよ。これは気に入った。よし、ではそろそろ始めるとするかの。では始まりはどうします。もう来い。このお話箱を見てみましょうか。あ、もちろん源タイプ。なんか録画見てる。うん、めっちゃ録画見てる。ああ、こんなのはどうです。ダメじゃ。なんなんじゃこりゃ。向かよ。ここには何もないでしょう。なんじゃと。みんなが求めるものはここにはないようです。確かにの。スイッチはどこじゃ。お前さん、そこのお前さんじゃ。あなたの助けが必要なのです。わしらに教えてくれ。この世界にあなたの光を。ここからライトが出てる。さあ、今こそ2つの世界をつなげる時です。おや、手紙じゃ。これは私たちの世界からの招待状。ついに本当の物語が始まります。これビータにも出てたんだけど全然違うらしいね、 PS4 版。ビータのなんかギミックを使ったアクションゲームだったんだけど、ね、これは PS4 のギミックを使ったアクションゲーム。あ、相方選んだって。あれ女の子と男の子。どっちがいい。どっちもいいよ。あ、それ持ってけばいいの。切って貼れって話しないで。手紙は旅人となるのです。あ、手紙は旅人になる。メッセージを託されています。はい。あなたの光を当てて見ていることを伝えます。他にも当ててみてはどうかの。おお、今の見たか。気に入ったようですね。目が開く。あ、そう。おお、もう一度光を使ってみるのじゃ。おお、いいぞ。どんどん命が宿ってゆくの。あなたに気づいたようです。きっとあなたについていくことでしょう。光を使って道を示すのじゃ。行ってしまったの。少しついていこう。
ごい。おう、これは大事そうじゃ。リスの話をよく聞け。彼らは真実を語ることでしょう。ディスペリオ。絆が生まれたようです。そうなんだ。見ろ、上じゃよ。神様の世界へとつながっているようじゃ。あとい、あそこが手紙を届けるところです。俺んちある。神様が助けてくれるじゃろ、うん、カメラに反応してるわけない。うん、カメラつければ反応すんのかな。動いた。紙の世界作って遊ぼうみたい。あ、そうすると何かなる。どういう意味だろう。何あれ、焚き火か。神様だから。神様、こっちにいるのやっぱ。エタが、おお、なんてことじゃ、はあ。驚いてどうするのです。でも物語に悪役は欲しいです。カラスじゃダメかの。あんなに恐ろしいんじゃぞ。ダメですよ、そんなの。新しいものでないと。神様の世界の恐ろしい存在。そう、こんなものとか。次から次へとやってきますよ。これでずっと面白くなりそうです。奴らは何と呼ばれる生き物じゃ？スクラッピーですよ。ああ、恐ろしい。スクラッピーはカメラ？いや、あ、違う違う。え、そういうのカメラ？あるある。まあ、そんなカメラ。これは面白い光景じゃの。どうやら助けを求めているようです。こっちはもう十分神様に等しいのよ。
つけて引っ張る。追いかけられてる。ああ。あ、残り。残ったやつ。残った。顔になってる。本当。上に当てるみたいな。眩しそう。眩しそう。鉄なんだよ。ティス。もう家。家っぽい。ああ、イバラが邪魔して出れないってこと。あ、十字キーを押すと真ん中に行く。テラウェイ .me にアクセスすれば、インターネットの偉大な力を使って他の神様が撮った写真やペーパークラフトを見られます。ペーパークラフトを印刷すれば、神の世界をお前さんの世界につなげられるぞ。本当は、ね、神様ってこういうことか。ダブルミニーね。住人がいる。ここに消えとかないか。あ、敵がいいんだよ。あ、右からすげえ聞こえるよ。あ、あれか。てか、この新聞紙も壊していかないとダメだった。色戻ってきた。うわぁ、逆だろ。じゃあ下を、下を、おう。新聞紙が邪魔してたのか。サトリータの残るじゃん。二人ともお見事です。スクラッピーを追い払いましたね。
だけで済めばよいのですが、どうでしょう。待て、これはわしの物語じゃ。さて、これで舞台も整い、選んだ役者もさらった。お前さんの役目は後いを導き、あの子を手伝うことじゃ。さあ、空の穴へと向かえ。幸運。わしのセリフじゃ。幸運を。厳しい。現実につながってる。あれか。OKOK。紙なのか、紙ゲット、うん、素材どういう役がよくわからない。フリネズミって違うだ。ん？ここ？他にもある。あ、なるほど。そういうことか。手前のジャンプ台にぶつける。加速がいかない。いや、もうちょっと離れないと。そっから後ろ見たら食べてる。ああ、なんだろう。失敗。なんであれ。いけないだろ。こっちに来ちゃう。うん。持ったままジャンプする。持ったままジャンプの方な。出るよ。出るね。イエーイ。イエーイ。あ、なんだ。持ってこ。なんかコインみたいなものなんだこれ。
なんか漏れてる。穴開いちゃった。落ちちゃった。大変なバグみたいに、なんかバグみたいになってるけど。降りてないんだよ。ああ、ペタペタなってる。うんうん。リンゴ？これ特に何もできないのか。確かにリンゴ置いてあったけど、どんなとこに？こっちにもあるの？マジどこがどこ、どの辺だか分かったんやね。全然来たことないとこじゃん、これ。こっち、さっき来たところあたり。うん。リンゴあんじゃない、どっか。何それ。取られた。あ。えい。キッチボリさん。これ水なのか。髪の滝がある。裏に何かあるんじゃない？滝の裏によくあるけど。横にあるね、なんか。これなんだろう。さっきのとこ横にあるだろ、なんか。横？あ、リンゴだ。うん、あ、なんとこになんか。失敗。もう一回行かない。さっきのリスどこだっけ。こっちじゃないだろう。うん、なんかそんな気がする。もう、もっと後ろにで進む道。ここはどこ？またボールだった。それ？投げちゃった。中にあかんったんじゃない。
え、こういうことでいいのかな。うん、リンゴ落としちゃった。あ、これ視点変えられるんだ、今更だけど。青、リンゴどこ行っちゃったんだろう。また市川探してこないと。あった、あった、どこどこ。そう、林の中にあった。間違えた。うん、視点がぐるぐる動く。そっちじゃないの、そこ来たもん。あそこ乗れるよ、後ろのところ。そっちはないけど、そこら辺に、その上に。あ、ここか。イエーイ。進めばいいのかな。いろんなとこ見て回ったけど。うん。どうする、畑か。めっちゃカサカサする。上手な人はやっぱ作れんのかな、こういうペーパークラフト。うん、煙ないんだって。あ、なんか目が取れてた、あのボール。あ、本当だ。持ってこなきゃ。ああ、やった。口が開いた。持ってきたい。この2つのボール。2つあったな、それ。ここ降りて。ここはここで来たことないな。あ、ボールあった。あ、ここ、あそこか。ミスってる。いた。だいぶ遠いよね。うん。ダリンゴ。ここにもあったのか。どんぐりか、それ。すごいいっぱいある。あったボール。と、これトマトじゃ、トマトじゃね、これ。トマトですよ。リンゴに見せかけて。そこなんかジャンプ台あるよ。左左。あ、ほら。あ、ん？これ？それ。あ、なんか花開いた。でっけ花なんだ。取れんの、それ。こうや、え、こここう飛ぶってこと？いけるかな？下手くそ。開けない。開けない。で、そ、右のところなんか乗れるけど。右？右の上の方が。あ、こ、ここ？うん。でもこうお花で飛ぶんだよね。お花そんな角度し、そのお花でいけんのか？あー、惜しい。
来た。来た。右にもあるよ。あ、これなんか普通に行けんじゃん。こう高校行けたんじゃん。そう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 。なんだ。後ろ後ろ。世界観を楽しむゲームなのかな。いや面白いらしいよ、うん。まだギミックは少ないけど。子供ができたらこういうゲームやらしたいのかな。ゲームには困んなそうだな。わーい。口がバーって開く。拾おう。お。頭十字キーになってるのないですよ。うん。お、デコ、デコできる。それじゃなくて。あ、ポイントがそこで好きな顔にしたり。だから口なかったんか。いいな。何でもいいよ。あ、R2で手に入れる。あ、こうか。裏返し。ちょっとブルブル出てこれで喋れんのかな。やっぱこの下なんか顔が見えるってことはどっかのカメラで拾ってるってことだよね。いや、もう繋げてないから。あ、いや、繋げてんのか。そっか、そこに繋げてるわ俺。なんか上に乗っけてないだけで。どこにあんの？これ。あ、暗くなった。おお。これけど配信してんの？いや、配信はしてないよ。そっか。いや、ってコンパニオンアプリ？これでいいのか。あ、タブレットで、タブレットで手紙さんの顔を変えられるんだ。タブレット？うん、いつでもどこでも。ふむふむ。プレイステーションアプリを使えばこの世界にもう一つの窓ができます。冒険を助けてもらったり写真などを共有することができるでしょう。わーい。おっさん見えねえな。あったあった。
ってる。たまにカメラ視線が変になるよ。夜に光る怖い目がある。しかしここからでも映る。違うか、あれは違うのか。これか。リンゴある。誰だ？あ、ハートが待ってる。俺が書いたハートが待ってる。あ、そうなんだ。ほんとだ。はい。おー。わぁ。なんかどんどん色が変わっていく。わあ、何を貼り付けているの。あ、貼り付けてる。ほら見て、なんか貼り付けてるよ。写真貼ったやつ。なんか見たことある、このワニ。懐かしい。工作するやつでしょ、このワニ。なんだっけそれ。工作するワニじゃないの。ああ、なんだ、そんな、どうでもいいところに貼り付けられたのか。何これ、アドベンチャータイムじゃん。キャンディお姫様、プリンセスバブルガム。こうやって好きな画像を貼るんだ。リンゴ？うわ、なんか。開いた。ああ、髪取られちゃった。神様、神様欲しいですよ。お、タッチパッド指で冠を書こう。冠がいい。すごい、ちゃんと書ける。やった。宝石作ろうって。図工見て。ちゃんと粘土板で、の上でやって。って書くな。ああ、そのパネル全体なのか、それが。みたい。粘土板が。
いろいろあるのか。取れた。それでわた、その手紙の中に入れたらいいのか。引っ張ったらいいね、それ。あ、いや、なんかこの、なんだろう。まだ選べない。まだ選べないのか。本当だ、豪華になった。まあ、どんなのでもいいよねけど。後ろ向いてると椅子になる。わあ、一瞬にして新聞紙になってしまった。ありきたりなポエム。ああ、大変だ。おお、総合になってくる。すごい、そんなすごいの来たの。コンって乗ってる。カメラ回った。はもうちょっと離れたいんだけど。なんか出てる。リスが。リスが。しれっと入ってきやがって。ひまわりだ。ああ、アトイ、よく来たの。それにお前さんもまだいるの。覗き込んでボタンを押しちゃる。さて、手紙を送り届ける権利。ルリジだったんだ。空に見える穴はそのままじゃとかなり遠い。この先の地位が力になってくれる。じゃがまずは彼らを助けよう。スクラッピーを退治するのじゃ。光と色をもたらし、音楽を奏でよ。この森には盛大な祭りが必要じゃ。忘れられないようなものにせんとな。なんか随分こ言葉につながりがないな。おお。すごいフィルターが使える。かっこいいコントラストの世界。カメラっぽいな、ちょっと。
西部劇いいね。やっぱなんで西部劇ってこんな赤っぽい感じなんだろう。雑誌あ、ここでピント合わせられるんだ。しまい。あ、ここでいつでも作れるんだ。こんな感じの顔になる。いろんな顔ある。何がいい？ん？それとは違うやつがいいよな、ちょっと。こうすると常にウィンクしてるのかな。今はこれ使ってんのかな。500ポイントもあるからね。なんかいっぱい使いたいね。じゃあこれ。待って。こうか。この何枚も貼り付けちゃっていいの？つい消すんだ。消し方わかんねえ。面だか見える。なんかこう中のやつ見えるよね。え、なんかもやっとする。これ消したいんだけど。これ戻って消せんじゃん。どうだろう。削除するって出るじゃん。下の面も消した方がいいんじゃない。ああ、こうやって消すのか。なるほど。ああ、間違えた。目がない人になっちゃった。貼り付けないんですか。どこに貼り付けてるんだっけ。あ、出た。俺が送った画像。なるほど。自分の好きな画像もこう貼れてる。なるほど。ピング。どういう顔なのそれ。顔でもなんでもなくない。もわかんなすぎでしょこれ。ウッキウキだよ、なんか顔。ウッキウキだよ。自分好きな顔作ってみる。そこは削除できないのか。みたい。下に来ちゃうん。下に来ちゃうのか、端っこにするとみたいだね。ピンで削除しないと。この辺かな、貼り付けるとしたら。
れでいいんじゃない。鼻もある。あ、これ鼻なんだ。外人っぽいな。これかわいい。なんか強そうだ。あ、しまった。またやっちゃった。口もね、これ。口？お、トロフィー終わった。あ、やばい、変なの。これだけでもいいんだけど、個人で。キモくね。ずれてる。気になる。移動ってのできないのか。細かい移動がなんかうまくできない。こうかな。他のやつってなんだ。あ、拾って移動するのか。操作してないから。あ、これでこう単に増やせるのか。こんな感じ。7個っぽくなくなった。キモくなった。あ、写真が載ってる、さっきの。うわ、ひどい、ひどい。光を当てても起きですね。あ、画像貼られた。スプラトゥーン、キモい、なんかキモいぞ。見分け貼られた。ダウニー、キモいな。どんどん広がってくる。歩く道がダウニーになる。今日早めにご飯って寝ようかな。うん、うん、うん。あ、そうだ、どうもりする。うん、いや、今日いいかな。今日はいいの。うん、
ってブックマークするの？なってるだろ。浸した瞬間ブックマークなの。はい。怪しい影が。ひどい。バッチリ見えない。あーひどい。どこ行っちゃって今落下してたぞ。あーごめん。ヒーヒーって出たら悲鳴上げて落ちてった。おお。気に上げて落ちちゃったごめんね。宙に浮いてるけど。本当だ。ずっと乗ってる。ひどい。しゃべってる。あー、新聞紙されてる。つっついてる。まだいってる。戻ってる。楽しそうに音楽してくれる。あ、何があるっけ。これにも何かあるね。あ、これ登れないのか。ここ降りなきゃ。裏にあるよな。たまになんかおかしくなる。行こう。あーひどい。スカピを使うやろ。あーあー危ない。
待ってんのかあいつ飛ぶの。これどうやってもらうの？十字キー選ぶ。いや十字キー押そう。十字キー下だとダメ。あ、スティックか。この上はいけないの。あ、破れてるの。どうやって上行くんだろう。一生空いてるから後ろ行くんだ。じゃないよ。実の後ろが開いてるじゃん。これね、あってあるじゃん、ミニドラム。その先に。これでしょ？いや、その先にドラムあるよ。あ、ここか。あ、本当だ。こういうのいっぱいある。破れたとこに行ったら落ちちゃうのかな。いけないよ、それ。椅子じゃないだろ。リンゴつってのに消えちゃったよ。椅子。ごめんね。どこどんぐらいしてる。先行ったら多分。あっ。危ない。間違えた。
ナイス。あ、これ色を失ってしまったもの。全然なんだか見えない。あ、戻った。開いてるから本当に。そういうおもちゃみたい。はい。あ、落ちちゃった、なんか。はい、取んなきゃいけないか。戻れるよってことか。なんか？うん、言ってそう。これなんだ？うん、そっちに乗るんじゃないよ。これなんか出してる。なんだろう。特になんでもないのかな。戻れるってだけ。あ、右にもあった。右？右にも照らす。右回転しろ。そうです。あ、ここか。いいの。それだけかな。テラストの奥にそれが邪魔なのか。ああ、落としちゃった。ああ、一緒に落ちたー。ごめん。いや、それはテラスだけじゃないんだもん。
それをなんとかしないとダメだみたいな。うん。んいや、そだからどうせ操作できるんだよ、他のところで何かするんだろう。そうなのかな。うん。あ、さっき後ろに飛べたんかな。単純にあれは違うか。ん？それはただチュートリアル的なもんで。ああ。テラスト動くよってやつね。もしかしてあれか、私があれをやれる前にやっちゃったから。もういいか。食われた。怖えや、あれ。鼻に食わせんじゃない。気絶するんだろうけど、じゃあなんか、あ、そっか、その花、左の花を照らして、やっといけた。左もなんかもう、食べない。なんかあるけど。それさっきのとこだ。さっきのとこ。ああ、何やってんだよお前。あ、全部冒険感出るけど。痛い。
パイプ式ある。今めっちゃ取ってこないといけない。ここへ、あ、3つ必要なんだ。そこにある。ほい、それ違う。あ、来た来た。あ、もう一人出てくるんだ、そこ出てくるんだ。ジャンプで入れるしかない。こっちは先進むんじゃない？先に進むとこだ。そっちは上にアイテムがあるから。あ、そっち先進むとこ。あ、ふん。本当だと何枚だけでどうかな。破けるよ、破ける。さっきのところが遠回りやった。お、写真撮って。何がいい？ちょっと直るよ。ここ入れるか。お、間違って触って取れちゃったぞ。保存しなくていいか。何でもいいよ。みんな嬉しそう。遠回りだったんで戻ったら、なんかあったんだ。さっきの扉？うん、ここ見えるよ。来るって行くか分かんないんだよね。あ、開いた。じゃあなんだ。消えた。ほら、買おうか。え、行っていいのかな。何でもいいよ。ペペシ。なんかあっちの方が遠回りっぽくない？右のはなんだそれ。いや、飛べないか。これ遠いか。右。カメラ回せ。なんだ。危なかった。さっきいた、ここにいた人たちがいなくなってる。こっちの方がやっぱ、思うにはおかしい。いいんじゃない？戻ったら。どっちもいい。
自分なんだって。わあ、いそうなの、いそうな、髪ちっちゃい。なんかさっき貼っちゃったんだよな、うん、かぶったら、でかくしちゃったね。ひらかぎりすのち、何がいい？うん、うん、眠そうな目にしよう、しよう。あ、やばい、なんか素朴な音いいよね。機嫌な人が来た。儀式は行ってる。はい。
ごきげんだぞ、ベイベー。怒りの人がいるけど、あっちね。はぁ、あー落ちたけど、あの人分かる。あー、うまくいかなくて。あー、これじゃいこれでいいんだよね。何でもいいだろ。面白くやるかやらないかの差ってこと。ドリジこの状態でもドラム聴いてんだ。わー、なんかスカスカある。スカスカこれか。スカスカリンゴ。俺のハートがさっくりよ。あ、こっち。あけどこれ、ま、元から違うだろ。俺の長所だよ。もともとあったけどな。これなんかクリアするとポーンとハート出る。長所の代わりだろそれ。あ、すげえ。レコーダーのさ、なんだあいつ。いきなりマイクラフトみたいな。明るくなったリンゴの森。先も取ったね。あ、そっちで。ちょっとその上に飲んで。あ、そう。あ、それだとダメだ。でもどうすれば。して。今何したの？わーい、よかった。めちゃくちゃ処理落ちしてるけど。写真撮ったわ。あー、そうか。今何したの？あー、ずらしてってことね。うん。感触もいいね。ここであのピント変えられるかな。どっかで。この主観にできるの綺麗だからね。やったー。なんかよくわかんないけどめっちゃ嬉しそうって気になる。なんだこれ。なんだよ。ちょっとワッキワッキワッキしてな。妙に音外れてんの怖いんだけど。のアイコンにしたくなるから。
すげえお祭り騒ぎで、うん、あーなんだそれ、そこはちゃんとしなきゃいけないんで、そういう時はしなければならない。ちょっと落ちちゃってる。あ、コントラスト雑誌風なの、ちょっとこう、かっこいい色合いの目つぶちゃった、私に撮るの下手だな。おいしい？冬のチョコパイ、うん、うまいよ。まだね、食べてないから欲しくない。中国だっけ、あのチョコパイ物々交換に取引されてた、美味しすぎて、なんかそれをイメージしながら食うと美味しいって、うん、じゃあ取りにあげる。あ、プレゼント、マヨを使う、読みたい。なんかやっぱりパスポート。わーお。あー、プレゼント。バイバイ。あ、来た。あー、ダメだった。ジャンプいっぱいだった。お前か。まあ心配ないぞ、アートイ。物語は始まったばかりじゃ。なかなか良いスタートを切っておる。お前は世界に光と色をもたらし、木々に音楽を奏でさせた。じゃあ、それもこれも、あのお方がいたからこそじゃ。アートイ、上からお前を導く力に抵抗するでないぞ。神様が飛べと言ったら、飛ぶんじゃ。ごめん、二人とも頑張るんじゃぞ。あ、ジャンプできるようになってる。言ったじゃん、お前。え、いつ？さっき。ジャンプできるようになった。イエーイ。これなんかできるの？さっきの戻ったら。かっこいい。本当だ。かっこいい人がいる。神様の、神様のジャケットになってる。早いよ、困ったと。黙るよ、ダメ。これそうか。なんだ、遠い遠い。あ、あそこ、車線変えないと。あ、そうかそうか。やってもね。イエーイ。子供の頃にやったらすげえ楽しそうだね。うん、なんだろう、次持ってきたあれか、あ、雪の山ある。
こんな感じしようかな。次こう山に向かっていこう。おお、これを見ろ、アトイの冒険を記した日記じゃ。旅を続けるだけでなく戻ることもできる。ああ、なるほどね。ここに情報や思い出がいろいろ詰まっとる。どうじゃ。どれその旅人。うん、買った買った。いいな。